はい、トモコンチャンネルです。はい、今回もニューキャンターですね、僕のオリジナルで、制作してますが、まあなんとかね、ここまでできました。で、一応ね、サイドバンパーですね、はい、サイドバンパーをつけて、まあ、ボテとかにねついてる黒い、ウロコシールを貼って、で、今回はボテの、ね、下のところですね、まあ、サイドバンパーとボテの間のところに、マーカーランプっていうか、まあつけました。はい、まあ、ところどころですね、はい、今回はずらっと並べなくて、まあ小さいところですね、前側3つと、で中間のところ2つで、リアのフェンダーの後ろに2つで、まあ一番最後のところですね、一番リアの側の方に、3つ、そんな感じでつけてます。はい、で、シートデッキのところにも、前回ちょっと紹介した時にね、マーカーラムが歯抜けになってたと思うんですけど、それをフロント側だけですね、はい、前側だけちょっと並べてみました。はい、まだ横とかね、シートデッキの斜めになるところなんですけど、そこにはマーカーランプね、また次回つけます。はい、で、またね、ちょっと後で、紹介しますが、テールランプの方もこれはフィニッシャーさんとこの蛍光レッドと蛍光オレンジを塗り分けしてます。はい、でマーカーランプの方も蛍光オレンジと、蛍光イエローを塗り分けしてます。はい、まあ、そんな感じですね。はい、で、あと内装の方ですね。はい、ちょっとね、布の方変えました。はい、こちらですね。はい、それが、まあ、これもね、100均のセリアさんのやつですね。はい、で、まあ足マットにこの芝生みたいなやつですね。はい、まあ、芝生よりはまあ出てないんですけど、まあ普通のフラットみたいな感じで、こういう、緑っぽい感じのやつですね。はい、これを切って貼ってみました。はい、でまあシート、運転席側と助手席側の間にもちょっとね、こんな感じで貼ってます。まあここに、また何かね、違うカーモデルの肘置きみたいなやつですね。はい、それがあったらつけますし、はい、まあそんな感じですね。で、ちょっと見にくいんですが、アクセルペダルと、ブレーキペダルで、クラッチペダルですね。はい、を別のカーモデルでね、まあ残ってたんで、はい、それをつけてみました。もう見にくいですね。はい、またね、オープニングかエンディングのところの写真の方に、載せてます。はい、
このダッシュボードを撮った時に見えてるんで、それの方で写真載せてると思いますんで、またそちらの方も見ていただいたらいいかなと思います。はい、まあ、ちょっとね、今回したところボディの方ですね、はい、を紹介しますんで、ぐるぐるマシン止めて紹介します。少しお待ちください。はい、お待たせしました。はい、今回はね、はい、ここアーチのところですね、まあ、なるいアーチなんですけど、何個か2つか3つほど、これね、星型のマーカーランプなんですけど、それが歯抜けになってたんで、まあ2つ3つですね、はい、つけてみました。はい、またね、その星型じゃないんですけど、普通のおっぱいマーカーみたいなやつですね、を左右に何個か並べて、でこの斜めになってるとこですね、丸3つあるとこ、そこにまたね、左右まあオレンジと黄色ですね、はい、のおっぱいマーカーのやつつけていきます。はい、もう今回のこのね、トラックの方でマーカーランプつけるって言うたら、もうオレンジと、黄色ですねのマーカーランプにします。はい、で、ちょっとね、前回色塗ってなかったんですけど、このね、はい、ナマズマーカーじゃないんですけど、こういう感じのマーカーランプですね、はい、に、これも蛍光イエローとで蛍光オレンジを塗ってます。はい、で、はい、この裏にね、まあ、3本の3段の端、サイドバンパーですね、はい、をつけて、まあ、切って加工してね、切ってつけて、この同じね、はい、ウロコシールを貼ってます。はい、ちょっとね、今回は絵の方を描く時間がちょっとなかったんで、また次回描いて次回の方で紹介します。はい、でこういう感じのね、マーカーランプかな、マーカーランプじゃないんかな、まあそんな感じのやつがあったんで、このフェンダーの後ろですねに2つで、フェンダーのちょっと前ですねに2つで、前側ですけど3つですね、ちっこいやつですね、はい、で黄色でオレンジ2つでオレンジ2つオレンジ2つで、星型のマーカーランプを3つ並べました。はい、でそれが、まあ、運転席側とね、助手席側がマーカーランプ同じ感じでなってます。でテールですね、テールランプもハザードのとこはこれ蛍光オレンジですね、はい、であとブレーキランプのとこが蛍光レッドになってます。でこの下の方は赤いね、まあ、蛍光レッドを塗って、で真ん中のところは、まあ、バックランプになると思うんで、そこはもう何も塗ってません。はい、まあ、一応ね、助手席側と
運転席側は同じ感じでマーカーランプの方をつけてます。はい、そんな感じですね。はい、でまた、これビッグホーンつけてるんで、一応ねタンク今まだ仮でつけてますが、ここからホースですね、はい、ホースを伸ばして、このビッグホーンの後ろですねにつけてみようかなと思いますしね。はい、でこの、はい、天井の上側ですね、四角い棒がこれね、ありますが、そこには3連の、アンドンをつけてみようかなと思って、まだ土台でねつけてるだけで、はい、また次回、3連のアンドンつけます。はい、まあそんな感じですね。はい、まあまた次回ね、もうちょっと進んでると思いますんで、よかったらまた次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、それでは今回はこんな感じで、まあちょっとだけなんですけどね、作業して、紹介をしてみました。はい、また次回、マーカーランプつけたり、絵の方を描いてみたりとかやっていきますんで、次回の動画も見てください。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではバイバーイ。